普通に仕事が短い時にちょっと短い。どちらかが譲らなければならないところなんです。曽根さんはちょっと遅く感じるか、三毛さんをちょっと早く感じるかなんです。要するに三毛さんの方が先に次の音に入ってるんです。今それをどっちから譲るかなんです。今どっちも譲らないんです。ていうか最初合わせてもらインテンポのはずなんだけど、俺の中で全然違うんだ。合わせてくれるんだったら、合わせてくれるんだったら、合わせてくれるんだったら、やばいっす。本当に微妙な差なんですよ。今8分音符がちょっとだから、これをここがまず合うことが最初の段階なんだと思うんです。それとそれの何倍もパートナーで合わせるっていうのは大変なことになるんですけど、ちょっとインテンポが分かってるので、じゃあ正しいのはどうかっていうことになるとね。で、要するにインテンポがどこかっていうことと、次に出てくるのは指揮者の解釈で、要するにラ・レ・ラ・ソっていうのを本当に何にもいじらずにインテンポ通りだったら、なるんですけど、これを例えばっていうのとに分けた歌い方、だからハイネックとかでよく出てくるような歌い方にすると、ここと同じ歌い方にすると、そういうふうにちょっとした違いが出てくる。それをどうするかっていうのは今の段階ではやらないですけど、後々出てくるんです。そういった時に合わせられないと大変なんで、もう一回じゃあ全体で B までやって見上げてごらん。終わりにしましょう。 B までね。5分間休憩して、はい、休憩します。じゃあ休憩なしでいきます。休憩なしでいいと思います。いい。